皆さんこんにちは。スマホのコンチェルジュです。今回は、インスタはなぜ人気使うべき人と使うべきでない人、インスタを便利に使う方法について説明してまいります。インスタがなぜ人気があるのか、不思議に思っている方もいらっしゃるかと思います。また、どんな時に使うべきなのか、どんなところが便利なのか、よくわからないという方も多いかと思います。今回は、 その人気の理由を解明しつつ、どのような時に、どのような形で便利に使うことができるのかを一緒に確認していきましょう。スマホのコンシェルジュの YouTube チャンネルでは、スマホの基本操作から不具合時の対処方法、スマホとパソコンの連携など、スマホやパソコンに関する動画を多数配信しております。ぜひそちらもご参照ください。また、 ぜひチャンネル登録もお願いいたします。それではまずはじめにインスタはなぜ人気があるのかを一緒に確認していきましょう。インスタが人気がある理由は主に3つあります。まず1つ目はビジュアル重視、視覚で楽しむサービスである点になります。写真と動画の投稿のみになり、写真だけで構成される雑誌と同じように 楽しむことができますまたプロの写真家のレベルまでは到達していないかもしれませんが素人では判断がつかないほど綺麗な写真や動画がたくさんあります二つ目は商品やサービスを利用している方の利用シーンや活用方法を見ることができる点になります匿名という点と誰でも写真だけで投稿できるため商品やサービスを実際に利用した方の 正直な感想や使い方、活用方法などを見ることができます。ただし、良い部分のみが強調される傾向があり、また、騙すような広告などもあるため、注意が必要になります。三つ目は、承認欲求を満たすサービスである点になります。いいね、褒める、シェア、情報を共有する、フォロー、投稿者を追っかける、のように、第三者から 共感を得たことが分かる仕組みになっていますまた、フォローされている人、フォロワーが多いほど影響力がある仕組みになっています。承認欲求を満たすために、掲載される写真や動画が脚色されやすい傾向はあるものの、有益な情報もたくさんありますので、情報収集しやすいという点が人気の一番の理由になります。 それでは次にインスタが他のサービスに比べてどの点が優れているのかを一緒に確認していきましょう。インスタが優れている点は主に3つあります。1つ目は体験してみないと良さがわからない商品やサービスの情報を調べることができる点になります。特に商品を見たり商品説明を読んだだけではわからない商品については実際に利用した方がその利用シーン、使い勝手、 良い点悪い点などを投稿していると参考にすることができますただしその点を逆手に取った宣伝の場として利用している人も多いので注意が必要になります二つ目は写真や動画でないとその良さが伝わらない商品やサービスを調べる際には便利になりますインスタ自体がビジュアルを重視しているためビジュアルが非常に重要な要素を占める商品やサービスを調べる際には 写真や動画でその詳細について確認ができるので便利になります。特にファッション、インテリアなどは相性がいいカテゴリーになります。一方で文字や説明が重要な要素を占める商品やサービスを調べる場合にはあまり向かない傾向があります。三つ目は匿名で利用できるため誰でも参加しやすく連絡手段としても重宝されています。一方で匿名で利用できるため 信憑性のない情報も多く詐欺などに使われる場合もあるため注意が必要になりますこのようにインスタは情報収集、ビジュアル重視、匿名によるもう一人の自分の確立ができる点が他のサービスより優れていますそれでは次にインスタが流行った歴史的な背景についても簡単に確認していきましょう SNS として最も知名度が高く利用者が多いのが2004年に始まった Facebook になります。人気が上昇するにつれて講師の区別ができなくなってきた点や気軽に投稿できない点が Facebook 上で問題になる中匿名かつ写真のみで簡単に投稿できる Instagram が2010年に登場することになります。Facebook ののオフィシャル性表向きの顔という面と インスタの気軽さ、私生活の顔という面が抜群の補完関係になり、インスタの人気が加速度的に上昇することになります。結果としてインスタは Facebook の参加に入りますが、補完関係はいまだに変わらず、実名と匿名の強みをそれぞれ生かしつつ、相互に補完し続けています。それでは次に。 インスタが他のサービスより劣っている点についても一緒に確認していきましょう。インスタが他のサービスより劣っている点は主に3つあります。1つ目は収益を提供する仕組みがインスタにはないため、やらせ広告などを抑止できていない点になります。SNS である以上は個人の情報の発信の場になるため、どのような情報を発信するかは個人の自由になります。そのため、 やらせ広告なども多くインスタ側でもどこまでが虚偽でどこまでが個人の感想なのかどの点がやらせ広告になるのかという線引きや識別も難しく制御できていないというのが実情になりますインスタにも youtube のように収益を提供する仕組みがある場合には広告掲載を停止したり制限することで違反者に対してある程度の抑止力を行使することができますがインスタには その抑止力がないと言えます二つ目は収益を提供する仕組みがインスタにはないためアフィリエイトや企業のプロモーションをする投稿者が増え個人の感想とプロモーションが混在する結果になり区別がつかない点になります三つ目は投稿者が増え情報量自体も増えてしまい検索などをしてもなかなか必要な情報にたどり着けない点になりますこのようにインスタは 偽装・虚偽に対する抑止力がない、プロモーションが横行、情報過多になっている点が他のサービスよりも劣っている点になります。それでは次に他のサービスに比べてインスタが不便に感じた点についても一緒に確認していきましょう。インスタが不便に感じた点は4つあります。まず1つ目は表示されるコンテンツ、写真や動画の並び順の基準が 曖昧な点になります表示されるコンテンツはインスタのプログラムアルゴリズムで決まりますコメント数やいいねの数が多いほど上位に表示されやすいと言われています二つ目は表示されるコンテンツの並び順を変更できない点になりますインスタ独自のアルゴリズムを変更できないのは仕方ないですが並び順を自分の基準で選べない点を不便に感じる方が多いかもしれません 3つ目は、発見・検索・ハッシュタグ・音声・地図の検索をすることができますが、慣れるまで複雑に感じる点になります。慣れるまでは、それぞれが何を意味しているのか、何を検索することができるのかを考える必要があります。4つ目は、インスタ独自の操作や表示方法がある点になります。慣れるまでは、何をタップするとどのように表示されていくのかを考える必要があります。 操作方法検索を含むについては後ほど詳しく説明してまいりますこのように後から動画リールと呼ばれるやフィードなども追加されたため操作や表示を理解し慣れるまで時間がかかりますインスタを過去からずっと使い続けていると段階的にサービスや機能が追加されるため追加された機能や操作だけを理解すれば利用することができますが 初めてインスタを利用しようとするとすべての操作をまとめて覚える必要があるため混乱しやすい傾向があります。それでは次にインスタを利用すべきか利用すべきではないかどちらに自分が属しているかを一緒に確認していきましょう。インスタは向き・不向きがありますので自分に合っているか本当に必要なのかを見極めてから使うことをお勧めいたします。 インスタを利用すべき人は写真や動画を使って情報発信をしたいと考えている方は利用することをおすすめいたします。誰でも簡単に投稿することができます。また写真や動画を見ながらゆっくりと楽しみながら情報収集をしたいという方にもおすすめになります。同じような写真や動画も多いためその点が苦にならない方にもおすすめになります。三つ目は 写真や動画しかないため、好きな分野であるなど、ある程度その分野の基礎知識が必要になります。画像や一瞬の動画で中身を判断する必要がありますので、知識がないと区別がつかないという状況が起こりえます。4つ目は、並び替えなどが自由にできないため、並び順などが気にならない方にもお勧めになります。インスタを利用すべきでない人は、 短時間で情報収集をしたい人になります。もちろん、調べたい分野にもよりますので、一概には言えませんが、同じような情報も多いため、短時間で情報収集することは、難しい場合があります。また、基礎知識がない分野の情報収集をする場合、無作為に並べられた写真や、一瞬の動画だけで、中身を判断することが、難しい場合が多く、戸惑う場合があります。3つ目は、 表示されるコンテンツを自分の好みで調整したいという人は表示順を変更できない場合が大半になりますので戸惑う場合がありますこのように状況、性格、知識でインスタを利用すべきか否かが決まりますのでご自身がどちらに属するかを事前に判断してみることをお勧めいたします先ほどもお伝えしましたがインスタは 感性重視の媒体、メディアになります。そのため、活字がないと落ち着かない、楽しめないという方や、画像だけでは納得できない方、画像から想像力を膨らませられない方、短期せっかちな方、心にゆとりのない方、外見の美しさに対して、それほど重きを置いていない方には、向いていない媒体、メディアになります。ファッション、雑貨、インテリア、 ガーデニングなどの雑誌が好きな方には相性がいい媒体、メディアになります。インスタが得意な分野はビジュアルが重視されるファッション、化粧品、観光、レストランなどがあります。一方で苦手な分野は文字や即時性が求められる分野になります。地震などの災害情報、電車の遅延、画像や動画だけでは 十分に表現できないニュース、解説、コメントなどがあります。インスタで調べると便利なものとしてはヘアスタイルやネイルなどがあり、その写真をそのままスタイリストなどに見せることができます。インテリアも同様で好みの内装を選び、同じように内装を変えていく見本として利用することができます。このように イメージが決め手となるものを調べるには、インスタの得意分野になります。雑誌を例にすると、写真が中心の雑誌は、インスタと相性がいいと言えます。一方で、文字が多い雑誌は、インスタとの相性はあまり良くありませんので、雑誌で得意な分野を判別するというのも良いかもしれません。 それでは次に覚えておくと便利なインスタの仕組みについて一緒に確認していきましょう。ご存知の方も多いかと思いますが、インスタはおすすめされた写真や動画を閲覧するか、調べたいものや興味のあるものを検索することで、その検索した語句に合致した写真や動画を閲覧していくサービスになります。おすすめは 主に2カ所で表示されますまずはホーム画面に表示され画面を下にスライドしていくと自動的におすすめの動画や写真が表示されます画面の左下にある虫眼鏡のマークをタップすると新しい発見ができるようにホーム画面とは違ったおすすめの写真や動画が表示されます検索については先ほどの虫眼鏡のマークをタップして表示されている 写真や動画の一番上に検索窓が表示されますので、その検索窓に調べたい言葉を入力すると、その言葉に関連のある写真や動画が一覧で表示されます。検索については少し複雑で、全部で5種類の検索ができるようになっています。それぞれの違いについて一緒に確認していきましょう。 こちらの選択は検索語句を入力して検索結果が表示された画面でしか表示されませんのでご注意ください。検索をした後に自動的に選択される3本線のマークは写真や動画の説明文やハッシュタグ名も含め検索した語句と同じ語句が入っている写真や動画が表示されます。人型のマークはアカウントを検索することができます。 音符のマークは音声・音源を検索することができますハッシュタグのマークはハッシュタグ名を検索することができますハッシュタグについては後ほど詳しく説明いたします地図のマークは場所を検索することができますこのように一度検索した後に必要に応じて各マークをタップすることで検索したいものを限定することができます それでは次に SNS でよく出てくるハッシュタグについて一緒に確認していきましょう。ハッシュタグとは言葉の前にハッシュ記号、シャープをつける形のラベルになります。もともとはカテゴリーから派生したもので、カテゴリーだけでは分類することができないものを分類することができるのが大きな特徴になります。またカテゴリーは選択式になるため、 事前にカテゴリーを作っておく必要がありますがタグは誰でも自由に作成し利用することができます。カテゴリーは段階的に細かく分類されていく階層構造になっていますがハッシュタグは階層自体が存在しません。このようにハッシュタグはカテゴリーに比べると自由度が高くサービス提供者側でも事前の登録をする必要がないため手間がかからない仕組みになっています。 インスタでも利用されているハッシュタグ検索、全文検索の違いについても一緒に確認していきましょう。ハッシュタグ検索はハッシュタグ名のみを検索することができます。一方で全文検索はハッシュタグ名に加えて投稿内にあるすべての文字も同時に検索することができます。検索した言葉を今後もフォローしたい場合にはハッシュタグ検索。 一時的なな検検索索だけけら全文検索といいいうに使い分けても良いかも良かしれませんそれでは次におすすめされる写真や動画の基準についても一緒に確認していきましょうインスタに限らず SNS 全般に言えますがおすすめに表示される写真や動画は利用すれば利用するほど利用者の好みに合うように設計されています。初めは 登録した年齢や性別などに応じておすすめ写真や動画が選別されますが閲覧履歴検索履歴フォローしている投稿者ハッシュタグ等の情報が蓄積されるほどその蓄積された情報をもとに写真や動画が選別されるようになります自分の好みに合うか合わないかはこのプログラムアルゴリズム次第になります それでは次に覚えておくと便利なインスタの使い方について一緒に確認していきましょう。まずは端末内より丸一のインスタのアプリを探してタップします。インスタのホーム画面が表示され一番上に自分のアカウントとフォローしている人のアカウントが表示されます。またハッシュタグをフォローしている場合にはおすすめとしてフォローしているハッシュタグから 優先的に写真や動画が表示されます丸 ② のように画面を下方向に移動していくと同じようにフォローしているハッシュタグの別の写真が表示されます画面の左下にある丸 ③ の虫眼鏡のマークをタップすると画面の上部に検索窓が表示されその下におすすめの写真や動画が一覧で表示されますこちらのおすすめはインスタ側が 新しい発見ができるようにという意味で選別してくれている写真や動画になります今回は検索をしたいので丸 ④ の検索窓をタップします入力キーボードが表示されますので丸 ⑤ にガーデニングと入力し丸 ⑥ の虫眼鏡のマークをタップしますガーデニングの検索結果一覧が表示されます 今回は例として、丸7の写真をタップします。写真が拡大表示され、画面の右上に5分の1という数字を確認することができます。こちらは写真が5枚あるという意味になりますので、丸8のように画面を右方向にスライドさせます。画面が切り替わり、画面の右上の数値が5分の2に変わっているのを確認することができます。 別の投稿者の写真に移動したいので、丸9のように画面を下にスライドします。先ほどとは違う投稿者の写真が表示されます。こちらの写真は、ガーデニングと検索した際に表示された一覧の2番目に表示されていた写真と同じ写真になります。画面を下にスライドすると、ガーデニングと検索した際に表示された 一覧画面で動画を抜いた写真部分のみが順番に表示されていく仕組みになっています動画も確認したいので十の動画インスタではリールと呼ばれますをタップします動画リールが拡大表示され同時に再生が始まります十一のように画面を下にスライドすると次に動画が表示されますこちらの動画については先ほどのガーデニング と検索した際に表示された一覧画面にあった動画ではなく、最初に見た動画に関連のある動画が表示されていく仕組みになっています。検索した際に表示された一覧画面との関係性が維持されるのは写真のみになりますので、その点は覚えておきましょう。それでは次に。 検索のマークについて先ほども説明をいたしましたが実際の操作についても一緒に確認していきましょう検索をすると3本線のマークが自動的に選択され全文検索が行われますガーデニングの検索では写真や動画が一覧で表示されましたが検索する言葉によってはハッシュタグ名が一覧で表示される場合もあります丸1の人のマークをタップするとガーデニングに関する 投稿をしている方のアカウントが一覧で表示されます。丸2の音符のマークをタップすると、ガーデニングに関する音声音源があるものが表示されます。丸3の地図のマークをタップすると、ガーデニングのお店が表示されます。お店の名前をタップすると、地図上にお店の場所が表示されます。丸4のハッシュタグのマークをタップします。 ガーデニングに関するハッシュタグの一覧が表示され、投稿件数などを確認することができます。一番上のハッシュタグガーデニングは、443万件もの投稿がされているようですので、05のハッシュタグガーデニングをタップします。ハッシュタグガーデニングの詳細画面が表示され、フォローすることができるようになっていますので、06のフォローをタップします。フォローがフォロー中に変わり、 ハッシュタグガーデニングの投稿がインスタのホーム画面で表示されるようになります。それでは、最後にインスタの複合検索、絞り込み検索とも呼ばれます。について一緒に確認していきましょう。chrome safari edge 等で絞り込み検索を利用していない方には少し分かりづらいかもしれません。結論からお伝えすると、インスタでは複数の語句をスペース。 空白で区切った絞り込み検索は意味がないと言えますスペース空白で区切って検索をしても区切らずに一つの語句として検索をしてもほぼ同じ検索結果になります今後インスタでも絞り込み検索ができるようになるとさらに検索がしやすくなりますので実装されることを期待したいところです以上でインスタはなぜ人気 使うべき人と使うべきでない人、インスタを便利に使う方法についての説明を終了いたします。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。また、有料メンバーシップにてコンビニで印刷できるテキストの提供も行っております。ご清聴ありがとうございました。